こんばんは、マサ4649です。今回はイベントで新しくヒーロー絶滅計画の制限イベントが来たんで、これをやっていきたいと思います。完全に初見だけど、どんな感じなのかわかんないけど、もう完全にワンステージずつなのかな。土から生まれた戦士三角とかいる。出れないやつするの。ブロリーダメ。これ挑めんのかな、もしかして。ブロリー出れないけどいけるやつ。あ、いけないか。ちょっと待って、意味分かったかも。ブロリーを外せばいいのか。あ、そういうことね。他のやつ入れとくと、じゃあどうすっかな。じゃあとりあえずこれで挑んでいきましょう。裁判マン、ブルマ、希望にかける1。はいはい、ヒーローズだからヒーローじゃないといけないよね、多分。ブロリーヒーローじゃないもんね、どっからどう見ても。納得しました。あ、間違えた。ご飯にらせようと思ったのに。まあ、ヒーローだからね。いけると思うんだけど。オッケー。スタミナ満勝でした。10か。いいね、コーヒーが。じゃあ次行きましょう。小さな競技。行きましょう。結構メンツ揃ってないとあれなんだね、多分。引いてないと敵キャラばっかり強いの持ってて、デッキ揃えてる人は結構フリーみたいな感じなのかな、やっぱり。だんだん寒くなってきた。引いたけどさ、ゴテンクスの SSR を引いたんだよ。やばくねって思って、最近 SSR の出のやばさがさ、あれやばい。すんごい本当に出てるんだけど、なんなんだろうね。 SSR 確率が高くなったのかな、よくわかんない。でマジで倒しきれなかった。
これぐらいの楽勝だったみたいね。ブルマさん。残業が上がっちゃう。鉄壁の強戦士。お、10人に上がった。あ、禁止のやつも出るんだ。行きましょう。ラディックス。このステージは火の玉が制限される。火の玉が制限されることが。火の玉。だから青が出ないとかそういうこと？そういうやつかな。ラディックス。さあ行きましょう。グラム削る。もうやらないじゃん。オッケー。舐めてもらっちゃ困る。すげえ。2分ぐらいペースでクリアしてる。ランクアップ。コストが上がってほしい。サイヤ人の王子ベジータ。さあ行きましょう。さあ行きましょう。でも確かに Z ハードだとクリアできない時もあるもんね。時があるもんね。しかも制限入ってるし、それを考えてもあれなのかな。ナイス。さあ行きましょう。でも全員サイヤ人だからいいね。なんか全員がアップしてくれる。やらかい。終わりじゃないこれ。ダーン。これ石めっちゃ回収できるな。オーケーの力。オーケーってどこのオーケーだ？フリーザ？これ何？ちょっと気になる。あー！複数した戦闘レベル。あれだ、ナメック星に悟空が行った時に、こいつ、戦闘力5000しかねえって言われて、ジースとバーダが近寄ってきた時に衝撃波、悟空がやった時のシーンです。戦闘力を上昇させるのを抑えて、消費を抑えてるやつだね。ベジータ王か。え、マジで？ちっちゃい子のベジータ王もいる。ちょっと行ける。
さあ行きましょう。61か。まだいけそうだね。まあその前にスタミナがつける。まあでもランクアップしたかったらもんね。フリーザの速筋、速筋かよ。さあ行きましょう。ラストかな。オールさん。よし。あとどれやねん。どこまで来るかな。批判パンか。オッケー。なんという、マジか。どこまで続くんだ。宇宙海賊ゴージャス、あ、違った、違う人でした。いけるかな、あと2分半で。いけそうな気がする。なんかよくわからないけど、いける気がする。あと2分半だけど、2分半だけどいける気がする。謎。よし、フリーザじゃないんかい。さあやったな。せーい。まあ、さすがに次はありません。どこまで行ったんだろう、今これ。結構来たよ。破壊兵器も来た。ここまでだ。あー、そういうこと。禁止とかもあるんだ。あ、そういうの結構禁止になるんだ。へー。え、でもさ、8回まで来たからあと6つくらいで終わっちゃうんだよね。こんなことなんだ。そうみたい。ほいや、ということで、まあサクサク来てるんで、まあ、いけると思います。多分。まあ、いけます。きっと。なので、パート2からまたやっていきたいと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。